先生来ないと思ってたんですかね。あげる前から知っとるよ。うん、もうなんか来ないと思ってないですか。もう戻したい今と。いや、あのホームになったら最高のスタートだけど。そうですね、一か八かだ。ん、これについて話する。はい、せーの、本日のよろぴこ。コロナに負けないプレーボールよろぴこ。はい、始まりました。はい、よしひこチャンネルです。やっぱりよしひこさんといえば、うん、盗塁の男じゃないですか。まあ盗塁よね。はい、昼も夜も盗塁。いや、いってそろ。はい、でその中でですよ、はい、カープの1戦目で9回の裏の攻撃でですよ、うん、大森選手が岩佐投手にまあ牽制アウト。阪神戦やろ。はい、阪神戦1戦目ね。はい、うん、あれってどんな感じですか。まあこう見てたけど、はい、それまでは普通にスタートは切ってたよね。はいはい、うん、でやることは秒数でいくのかってやり方するのよ。セット入って1、2で5なのか、はい、1、2、3で5なのか、はいはいはい、1でポンってくるのかっていう、こういろんな見方もあるわけよ。はいはいはい、その時に、はい、情報って入ってるから、うんうん、その情報でこう湯浅の場合はセット入って入ってる瞬間牽制なのか、うん、1、2持ったらもうホーム投げるかっていう見方もやるわけよ。でも一番大事なのは、俺たちって本当に走る人間っていうのは、はい、走れる人間っていうのは目から入った反応でスタート切らなあかんね。うん、あれを見てると 目から入った反応じゃないもんね、うん、ということは、うん、秒数なのか何かで山間でスタート切ってるよね。うん、それしか見えないですね。うん、だって俺すっげえ思うのはさ、予想チームの時にびっくりしたことあって、サードランナー例えばどこで阪神でも乗ってるのかだけど、ギャングルスタートってわけ。ギャンブルだって何？要は当たってすぐ走るんだろ。あんなことできるから、これここでいやできるやん。いや、だから何がギャンブルなのか。そう、え、それ何ライナーでも飛び出していいっていうこと。そういうことだ。いや、いいって言うんですよ。僕が入った時、うん、いやいや、ライナー戻るでしょみたいな。そう、いや、それじゃ間に合わない。いやいや、そうじゃない。リードをどのくらい取って、そうどうするかによって、左バッターの時はただちょっと多少狭くなるけどって。で、あれだと、はい、ああいうケースが多々出てくる。はい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 。でも最終的には俺たちって本当に走る人間っていうのは、今井ジョージもそうだけど、はい、いくら牽制されてもアウトにならなかったし、うん、一発目で盗塁したけど、はい、もうそれは俺たちずっと、なんだろう、キャンプからずっと本当死の思いでずっとスタート練習切ってるわけよ。なるほど。で、現実にはそこまで本当自分を追い込んでスタート練習をしてるかどうかもかかってくるな。そういうことですね。だからそういう意味では、はい、まあ、早いうちにこういうのが出てきてそれでいいんだけど、うん、で大森君はやっぱしまだそこまでの技術がないってことなのかもしれん。やっぱしそれはでもいいスタート、あれでピッチャーがホーム投げときは完璧なスタートよ。いや、最高ですよね、マジで。うん、フライングっていう状態、ちょっとフライングですね。うん、うん、でも俺たちってパッてフライング切った瞬間でも戻るっていう動作はできるんだけど、はいはい、その動作ができないんで完璧に 100-0 と言ってるよね。ああ、いつも吉彦さんが言うですね、うん、半分半分で、うん、本当に上手くなるとスタートバッて切ろうと思った瞬間に牽制の時にパッて戻る動作ができるん。ほんと上手くなると。はい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 。でそれをやってないってことは100ダラでスタート切ってるんで、うん、1、2、5なのかな。なるほど。見てると、あ、だからもうあのスタイルになってしまったってことですね。うん、だからそれまでは牽制されてもちゃんと返ってるし、はい、あのホーム投げた時でもパーンスタート切ってるし、スタート切れてますよね。切れてる、切れてますよね。であれが秒数でいったのかなのか、本当に目から入った反応でいったのかっていうことなのかな。あ、要は俺たち変えようと思ってリードもそうだけど、いや、あの大きさもそうだけどリードの仕方が全く違うやんか、はい、低く入ったやんか、はいはい、もうそういうちょっと違う面が出てるな、カープ。だから、なんていうんですかね。で、二塁するじゃないですか。だからね、僕は僕の場合、後ろに立って、斜めこっちに走るようなイメージです。はいはいはい、スタートが、はい、ホームベースだったら、はい。ここには出ないですね。ま、うんうん、っすぐ走れないですから、人間って。はいはいはい、ここからガーッていうようなイメージですね。あ、
今日これ全部伝統よ、カーパー全部。ああ、なるほど。で、斜めに行って、リードの仕方がさ、パンパンパン、ガッて沈むやん、はい。で、沈んでボールをパンって見るときに、ここで全部判断できる策を私切ったわけよ。言われてますもんね。なるほどですね。うん、で特にあのこのぐらいの回になると、もう向こうもやっぱし、うん、その気持ちで来るから、はい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 、でそういう面では、やっぱ必死こいて普段からの練習しとかんと、10分の5出たらすごいぐらいよね、うん、それをほんま専門職にするんやったら、もうずーっと考えたかもね、スタートのことは。そういうことですね。だから目に入ったもんが頭にかれて、目に入ったもんがバックなのか、目に入ったもんがゴーなのかっていう訓練をしなきゃいけないってことない。でもああいうスタートの切り方だと、その訓練はできてないっていう言われても仕方ないのかな。まあまあはあ、まあそういうふうに見えましたね、うん、どんな牽制が上手でもさ、はい、カープのベンチのミスなのかって、これはベンチサイドは走ってほしいわけやから、当然、うん、それでダイソー出してるわけ、はい、足も速いし、はい、でこの選手だったらいけると思って出してるのに、うん、一番やっちゃいけないミスはやっぱ選手やもんね。これはそういうことですね、うん、せっかくのチャンスですからね。まあ1点差か、はい、でそういう面ではディスボールなのか、うん、もう2-2ぐらいになってたろ、うん、なってます、うん、その前に本当は走ってほしいんだけど、あの場面でもね、うん、走れるチャンスあったんだけど、はいはい、引っ張りすぎましたね、うん、だからそこであそこで出たのか、うん、サインが、うん、あでもそれでも選手はこなさなあかんねん。そうですね、うん、うん、相手見破られることをやっぱりやりなさいっていうのは、高橋さんが例えば1番で僕が2番打ってます、はい、じゃあ1球目から打ったら相手バッテリーなんか嫌じゃないね。そうですね。でも走ってくるんじゃないかな、走ってくるんじゃないか、はい、それで打たない、はい、1球最後になった、はい、あ次走ってくるんじゃ、まだボールになった、はい、まだ走らない、はい、次こそ走ってくるやろうというのは、やっぱ相手にこうプレッシャーをかけていくんですよ ね、 そうですよね。あの攻撃じゃなし、はいはいはい、その高橋さんの総力で相手にプレッシャーかけて、はい、で高橋さんが投入する、うん、で僕が3バンドでも何でもセーフティーでオープン戦と違うんやから。そうですね。もうシーズン中始まって一番大事なとこで自分のダイソーが行くわけやから、うん、もうそれで飯食って、うん、それが成功してって、うん、ダイソーを使えて一番いいとこまで走れるってことは、今度はちょっと試合に使おうかになるわけやから。そうですね。まあ俺がそうだったからね、はいはいはい、足でこう生きてきたわけやから。はいはいはい。でそういう面では、まあ、カーパンチベンチのミスよりっていうより、やっぱその技術を上げていかなかったのかな、もっと。なるほどです。足は持ってるわけやから。そうですね。だから普段から本当にベンチの中でゴーバックゴーバック、どんな速い形勢でもこうバックゴーっていうのは、もうずっと人間っていうのはすごく訓練するできるようになるんで、だからきついかもしれんけど、まあずっと練習するしかないのかな。もうほぼそれしかないですよね。うん、ヨロピコがですよ、うん、今まではコロナに負けないプレーボールヨロピコだったじゃないですか、うん、もうコロナに負けない、もう違う言い方に変えていかないといけないなって我々もちょっと思ってるわけですよ。吉彦は負けない誰にこれまたですね、視聴者の方たちにですね、ああどういうのがいいかちょっと募集して、うん、そこでちょっと選ばれた人にですね、やっぱり今回商品つけたいなと思ってるんですよ、うん、はいはい。これをお送りしますね、選ばれた人に。プレーボールヨロピコはそのまま継続していきますんで、最初の言葉は皆さんどしどし考えていただいてですね、またみんな言いますんで、うん、そうですね、お願いします。そうですね、はい、ぜひお願いします。お願いします、はい。本日もご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もヨロピコ